走行距離です。紀の川サイクリングロードのスタート地点まで3、4キロ走って、それからサイクリングロード岩出まで走って、そこから折り返してまたサイクリングロードの起点まで戻ってきて、車をデポしてたところまで戻ってくるというような形で走りました。走行距離が 46.5 キロ、積算の走行距離がやっと2000キロ超えました。2005キロとなってます。走った時間が2時間38分。平均の速度が 17.5 キロ。最高速度が 35.9 キロということでした。そうなんですけれども、結構泥がついてたりしますので、フロントタイヤだけ丸洗いしたいと思います。紀の川を走ってきて、車から下ろしてクリーニングしました。で、クリーニングするときに思い切ってマットガードを取り外しました。晴れの日しか基本走らない。グラベルはたまに行くんですけれども、さほどぬかるんだところも走らないということで、そんなに必要性を感じなくなったというのが一番の理由ですかね。ドイツ製のブランド名がちょっと見にくいですけど、 SKS スピードロッカー。たまに水たまりとかね、ぬかるんだところとかした時は仕事してくれたんですけれども、めったにそういうところにも行きませんし、雨の日走らないんであればさして必要ということもないかなと。車載する時に思ったんですけれども、やはりこの部分、特にフロントに泥除けがついてると、この床に干渉してしまってなかなかこう積みにくかったり、あと固定用のベルトを巻くときにちょっと邪魔になったりだとか、あとで拭き掃除するときもマットガードがあることで指が入らなくて、なかなか細かいところをきれいにできなかったりもしたんですけども、外してメンテナンス、クリーニングすると結構やりやすいですし、保管しては置くんですけれども、しばらくはこうなしで走りたいと思います。はい、綺麗に洗いました。で、先ほど外した泥除けマットガードのない状態がこちら、結構すっきりしましたね。マットガード付きの時の写真と比べてもらったら分かると思うんですけれども、だいぶこれで掃除もしやすくなりましたし、万が一パンクした時なんかはマットガードがあると結構大変だと思うんですよね。パンク修理するにも、タイヤ外すにもそうですし、まあ、この方が自分のスタイルになってるのかなとは思います。しばらくはマットガードなしでサイクリングを楽しみたいと思います。久しぶりに YouTube を開きましたら、アシストユニットのアップデートが来てましたのでアップデートしてます。定期的に何かしら性能アップか、なんか不具合の修正なのかわからないですけども、アップデートされてます。でされたからといって何か変わるというわけじゃないんですけれども、一応最新の状態にしといた方がいいのかなと思って、毎回アップデートは行うようにしてます。